あの剣を持ってこい。小娘があくまで手放さないというなら、かえって好都合だ。
腰抜けどもが。ああ、なかなかやるな。いや、気に入ったよ。実に気に入った。その剣をよこせ。でないと父親を殺すぞ。なぶり殺す。天才だぞ。私はなぶり殺しの。この男に剣を渡すな。うわ、殺せ。ヘブンリーソードの力が感じられる。この力にかけてみよう。予言が本当なら剣の力に命を吸い尽くされて私は死ぬ。剣を振るうことで私は生ける屍となったのだ。しかし以前の私は何だったというのだろう。私はいつものけ者。優しさのかけらもない。私に何をしたの？私はどうなったの？今の私は人殺し。虫がいい？おいしいよ。みんなは？父さんはどこにいるの？行ったよ。死んだの？死んでない。行ったの。どこへ？シェン様が隠れてろって。隠れたの？おう、ちょっとだけ。お願いよ、何があったか教えて。退屈で木に登ったの。そしたらまた兵士が見えた。それでシェン様を連れてった。あと何人かと。どこへ連れて行ったか見た？かつては静かな学びの場所だったところ、今は母藩の害悪に染まり、その美しさはない。母藩の手に落ちた父さんと一族の苦しみを感じる。この世には情け容赦のない者がいるのだ。カイ。うん？父さんを探してくる。戻るまで見張っていて。戦争ごっこをしてもらうことになるか。いいよ、ナリコ。隠れ場所を見つけなくちゃ。そうでしょ？Yeah!
ていたよ、ナリコ。粋な戦い方だ。いいよね、粋ってのは。ここへ来たのは父親を探しにか。思うに探すのにかなり苦労すると思うぞ。バラバラだから。捕らえろ。おー、急いで死のうとするな。嫌いなんだよ、人が早く死にすぎるのは。それが誰でもそうだ。Oh!
この程度かなりか。もっと鍛錬するがいい。た。剣を守ることが名誉だと信じていたが、私は違った。すごく嫌だった。もしかしたらヘブンリーソードはただの剣じゃないかと密かに思っていた。天からの授かり物でもありがたい聖人のものでもない。もしそうなら私は破滅の元凶ではないし、他に言われたどれでもない。こんなこと誰にも言わなかった。ここで何をしてるんだ。アナリコ、罠にはまったんだ。彼女なら助けてくれる。それより自分が助からないと。やめろ！
代が来ては過ぎ去る中、生まれながらの大王がいる。天から使わされる神の国へとこの世を変える男、その男が俺だ。で、剣はどこだ？アシュラ将軍、私は信じよう。お前がヘブンリーソードを手に入れ損ねたのは、私を面白がらせるためで、お前が役立たずなせいではないとな。おお、私は役立たずなバカではありませんとも、ヘイク。それは見方によるわね、あなた。何の声かな？魚臭い匂いがするぞ。なんだろう。腐りかけたタカみたいだ。ぬるぬるしたウジ虫にたかられながら這いずっている。オスでもメスでもなく、棒の上に頭蓋骨が乗っているだけ。二人とも至るところから刃が突き出している。誰かさんとは違います。二人とも笑うの大好き。静かにしろ。ご機嫌うるわしゅう、陛下。将軍、私を守ってくれ。私を亡き者にしようと企む輩がおるのだ。どうやったのだ？全力を尽くして必ずお守りいたします、陛下。ただもちろん代価はいただきますよ、陛下。あの男はどうも信用しきれないな。親愛なる神。私の目的はただ一つ、この地のさまざまな部族に秩序をもたらすことだ。部族の者を苦しませたいか？お前の馬鹿げた古い信念のために。私に何かご用命をございませんか？敬愛する愛おしい陛下。パパ、そういう風に私を呼ぶなと言っただろう。それでなくとも、毎日お前が太陽を覆い隠すのを見て、嫌顔でも若き日の過ちを思い出し、気分が悪いというのに。ごめんパパ。ああ、坊ちゃまにひどくなさらないで。おかわいそうに。ローチ、お客様にもう少し苦しんでいただけ。どこか高くから吊り下げて、あの娘の目に止まるようにするのだ。はいパパ。さあ行け、皆の者も下がれ。持ってこい、ナリコ。我が元へ、ヘブンリーソードを。